かつてバイキングは、曇り空の日に太陽の石と呼ばれる特殊な水晶を使い、航路を見つけていたという伝説がある。だが現在まで、この石はバイキングの遺跡では見つかっていない。とはいえ、1592年に英国オルダニー島そばで沈んだ沈没船で似た水晶が見つかっており、これが太陽の石であった可能性があるという。石は他の公開道具と一緒に保管されていたようで、フランスのレンヌ大学の研究チームの科学分析で、アイスランドの氷周石か崩壊石であることが確認された。これは13世紀に聖オーラブのサーガに登場する太陽の石に使われていた鉱物である。あいにくこの水晶は砂で摩耗し、マグネシウム塩で濁っているため、もはや航海の役には立たないであろう。だが、透明度の高い頃は、曇りでも日光を屈折させて、進む方向を伝えていたはずである。場所はフランスのラボの町。全長40メートルの要塞のようなこの丘は、5世紀頃のケルト族王子の墓であるという。当時は鉄器時代のピークで、ケルト人やバン族が欧州全体で暴れ回っていた。とはいえ、この発見で、これまでのバン族に関する見解を改める必要があるかもしれない。王子の周りには見事な彫刻や遺物が並び、その素材とデザインから間違いなくギリシャのものである。また道具や剣はギリシャの職人によって蛮族仕様に改造されたものだという。もしそれが事実であれば、過去の文明の中には蛮族とうまく共存し、交易を行っていたかもしれず、古代ヨーロッパには我々が考えるよりずっと友好的な社会が存在していたかもしれない。実は、ストーンヘンジだけでなく、ウッドヘンジも存在する。ドイツのフォンメルテには、約4300年前から円形に配置された木造の遺跡がある。ストーンヘンジといえば、異教徒が集い、お祭りで歌い踊る光景が目に浮かぶが、ウッドヘンジに集まる人たちの目的は、楽しむことではないようだ。最近の発掘調査で、縁の下に山積みにされた人骨が見つかり、どれも生前に負った重傷の跡が残っていた。分解された骨からは、ここで生贄の儀式が執り行われていたことが伺える。この輪の中で、かなり血生臭いショーが行われていたかもしれない。フロリア・エブン賞は大ヒット映画のタイトル名にも聞こえるが、これまでに発見された最も難解な写本だとも言われている。これほど長く本物か捏造かを議論されたものも珍しいが、どうやら否定派は本物であることを認めねばならない時が来たようだ。この写本はメキシコで見つかり、紀元前1100年頃のマヤの暦であるという。スペインの征服者が到着後、マヤに関するものをとことん破壊し尽くしたが、この写本はなんとか生き延びた。今では現存するマヤの文書としては最古である。ほとんど解読されていないが、暦であるだけでなく、未来の予言も記されているという。マヤ人は世界の終末を予言していたことは知られているが、もしかしたら何が書かれているのか解明されない方が良いかもしれない。羅針盤の誕生以前は、船はどのように航海していたのであろうか。今回の発見がある程度その回答になるかもしれない。この円盤はこれまで確認された中で最古の航海道具であり、1503年にインド洋横断中、嵐で沈没したポルトガル船から見つかった。
発見した考古学者は太陽を基準に震度を探す装置でアストロラーベの一種ではないかと考えている。アストロラーベは古代から天文観測機として使われていたが、円盤は長らく沈んでいたため劣化が激しく確証が得られなかった。だが近年、英国ワーウィック大学による 3D スキャン調査により肉眼では見えなかった5度の間隔で刻まれた線とくぼみを確認。これで船員は太陽の高さを測り進む方向を見つけていたようだ。ドイツで農家の井戸から金箔で覆われた青銅の馬の頭部が見つかった。10メートルある井戸の底で2000年近く眠っていたようだ。専門家によれば、馬に乗るローマ皇帝アウグストゥス道の一部であった可能性が高く、もしそうなら、これまでの通説を覆す発見になるという。これまでローマ人は欧州全土力ずくで征服し、占領したと考えられていたが、この馬や他の遺物を見つけた考古学者は驚きを隠せなかった。あたりは20エーカーにわたりローマの領地であったが、彼らの兵舎はなく、近くにゲルマン族が定住していたことが知られており、さらには争いの痕跡も見つかっていない。ローマ人は暴力で服従させるより交易と友情でうまくゲルマン人を懐柔していたかもしれない。だが今では真相を知るのはこの頭部だけである。南シベリアのトゥバ共和国にはポルバ人と呼ばれる1300年前謎の人工島が存在する。要塞か王宮または博物館か、はたまた寺院や支配者の別荘であったなど諸説あるが、もはや知る由もない。だが専門家の目からは中国の影響が色濃く見て取れるが、中国人がこの地域に定住したことはない。有力な説としてウイグル族の遊牧国家が存在した時代に建てられた可能性が高いというが、この場所に戦略的な価値はない。建設後すぐに放棄されたため、さらに謎が深まっている。ここにいた者たちの過去を伝える遺物はほとんど残されておらず、誰が立ってなぜそんなに慌てて出て行ってしまったのであろうか。サウジアラビアのネフド砂漠にはアル・ラジャジルと呼ばれる約6000年前の石柱が50本も立っており、明らかに何らかの目的で配置されたようだ。オアシスを行き来するキャラバンの目印や古代の天文台ではないかと推測されている。中には倒れてしまったものもあるが、柱一本で重さは5トン以上あり、相当の手間をかけて建てられたはずである。一部の天文学者はこう描くような配置が太陽の動きと一致していることを指摘。夜空の天体の位置を示すためのものかもしれないが、岩をどう切り出してここまで運んだのかよくわかっていない。大量の金塊を見つけて大金持ちになることは発掘家の夢であるが、ごくたまに実現することもあるようだ。2018年初頭、北イタリアのコモで古代ローマの水差しが西暦5世紀以降に放棄された劇場地下に埋まっていた。専門家が精査した結果、さらに驚きの発見が。水差しの中にはなんと3000と輝く何百枚もの金貨が入っていたのである。空気や水に触れないようしっかり密封されていたため、まるで木の埋めたかのような状態であった。ゲルマン人の大軍は各地を侵略していた時期のもので、食
所有者を略奪者から守るために埋めたのかもしれない。見つかるまで1500年もかかったので、隠し方としては文句なしである。英国のストーンヘンジは有名だが、実はロシアにも似たような場所がたくさんある。コーカサス山脈には未だ解明されない5000年前に石造りの小屋が建っている。岩はほぼ直角に切り出され、真ん中には大人が何とか入れるほどの穴がある。ドルメンというこの建物は、地元の人からは死者の家とも呼ばれているが、何のために建てられたのかは不明である。祠か、または部族が集まり、ここで生贄を捧げる儀式を行っていたと考えられているが、証拠のようなものは見つかっていない。代わりに岩を削る青銅の蚤のようなものが見つかっている。石は砂岩と石灰岩なので比較的楽に切り出せる。多くの建物がいたずらされたり破壊されたりしたが、第二次大戦以降は防風室として使われたこともあったという。